ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。ラズパイゼロをマイクロ USB1 本でセットアップして SSH でアクセスします。このソフトを使って、ラズパイのイメージを SD に焼き込みます。バリデートはオフにしないと焼き込めませんでした。SD カードに焼き込みます。焼き込みが終わったら、PC で3箇所のファイルを編集します。マイクロ SD カードをラズパイに差し込んで、ミクロ USB ケーブルを接続します。USB って書いてある方の口に差し込みます。HDMI ケーブルを持っていたので、ディスプレイに出力しています。ラズビアン OS のセットアップが行われています。ラズパイの LED が点滅しています。700MHz 動作なので、処理速度が遅いです。5分くらいかかりました。ここから、辛抱強く、待ってください。まだかな？画面が切り替わったぞ。この時も LED がチカチカ点滅しています。カーソルが表示された。表示されたー。これは HDMI ケーブルで見えてる状態です。SSH ファイルを置いたので、SSH がエネーブルになっています。PC のテラタームで接続してみましょう。PC から、マイクロ USB ケーブル1本の状態にして、SSH で接続します。これで接続できました。ご視聴ありがとうございました。